そ弟くん、今日からここが私たちのアイノスだよ。お姉ちゃんとの絆、つまり愛を深めちゃおうね。お姉ちゃん、私のことを忘れてませんか？いますからね、ちゃんと。共同生活って言い出した時点で分かってはいましたけど、やっぱりお兄ちゃんとベタベタする気満々ですね。目的忘れてませんよね？もちろん覚えてるよ。何にも縛られず弟くんとイチャイチャできるボーナスタイム。何も覚えていませんね。マスターから直々にお願いされたじゃないですか。プリンセスナイトの力の拡張を実証するんです。私、お姉ちゃん、お兄ちゃん、3人の絆の力でパワーアップするんです。つまりもっともっと仲良くならなきゃってことでしょ？だったら同じことださ。さあ弟くん、いつも以上にラブラブしちゃおう。お姉ちゃん、それなんですけど。なあにりのちゃん、大丈夫だよ。ちゃんとりのちゃんにもボーナスタイムを。お兄ちゃんと仲良くするのはもちろん賛成ですけど、それだけじゃダメだと思うんです。マスターも言ってましたよね、私とお姉ちゃんの間で力をつなげるって。だから私とお姉ちゃんがラブラブするべきだと思うんです。私とリノちゃんが、いや、ラブラブっていうのは勢いで言っちゃったのであまり気にしないでください。なるほど、確かにリノちゃんの言うことにも一理ある。私とリノちゃんがラブラブ、ラブラブの部分を引っ張らないでほしいんですけど。具体的にはどうしたらいいんだろう。リノちゃん、何かアイデアはあるの？え、具体的に、具体的に、そうです、お姉ちゃんが普段お兄ちゃんにやってることを私にしたらいいんじゃないですかね。弟くんにやってることを。さっきから私、そんなに二人同時に驚かれるようなことを言ってますかね。りのちゃんの発想力にお姉ちゃんびっくりだよ。でも大丈夫？りのちゃんの体が持つかな。お姉ちゃんが弟くんに注ぐ無給の愛に。何ですか？体が持つとか持たないとかって話じゃありませんよね。リノちゃんの提案、私に依存はないよ。リノちゃんにそこまでの覚悟があるのなら、お姉ちゃんも心を姉にするよ。心を鬼にするみたいに言わないでください。というか私、そんなに気球がボーボー燃えちゃってますか？気球存亡かな。でもとにかくやってみなくちゃわかりません。そうだ、お兄ちゃん、お兄ちゃんはいつもお姉ちゃんのお世話を受けてる第一人者としてアドバイスをお願いします。お姉ちゃんたちから目を離さず厳しくチェックしてね。それじゃあ仲良し姉妹作戦、始まり始まり。それじゃあまずは何から始め。あ、リノちゃん足疲れてるでしょ。お姉ちゃんがおんぶしてあげる。かわいいリノちゃんはえっちらおっちら歩いたりしなくていいんだぞ。初手からこれですか？いきなり歩くことさえお姉ちゃん任せになっちゃうとは思いませんでしたが、気を取り直して仲良し姉妹作戦、やると決めたからにはバッチリお姉ちゃんとの絆を深めてみせますよ。私、ファイト！絆の力でパワーアップしたいですもんね。私だってお兄ちゃんを守れるようになりたいですし。でもその前にちょっと小腹が空いてきましたね。だと思って。はい、お姉ちゃん、準備がいるって買い物に出かけたんじゃ。りのちゃんの大好物、山盛りスイーツだぞ。うわー、
キにフルーツタルト、こっちはお芋のパイですか。すごいです。ジュルリ、お姉ちゃん、これ全部食べていいんですか。もちろんだよ。いただきます。え、なんで止めるんですか。お兄ちゃん、こんなに美味しそうなんですよ。スイーツ食わぬは妹の恥なんです。それを言うなら末善、まあいいや。でもそうだね、弟くん、これじゃあダメだよね。ま、何が。りのちゃん、はい、あーん、大きなお口で食べられて偉いぞ。うん、クリームがほっぺについてる。取ってあげるね。さあ、次はどれがいいかな。お姉ちゃんがどんどん食べさせてあげちゃうぞ。りのちゃんはお口を開けてもぐもぐするだけでいいからね。奪われます。私の生きるための力がお姉ちゃんに奪われていきます。甘いです。口の中が、体の中が甘いです。スイーツをたくさん食べたのもありますけど、お姉ちゃんのとろけるような、あーん、あれはもはや糖分の過剰摂取。過剰摂取といえば、ちょっと運動した方がいいですよね。お腹がプニプニになっちゃったら嫌ですし。ダメだよ、りのちゃん。お、お姉ちゃん、ダメって何がですか。大好きなものを食べてお腹が膨らんだら、次はお昼寝だよ。お昼寝。さあおいで、りのちゃん。お姉ちゃんの膝枕は夢見心地だぞ。待ってください、お姉ちゃん、せめて少し運動してから。お兄ちゃん、お兄ちゃん。弟くんならもうとっくに夢の中だよ。でした。これで本当に、りのちゃん、
怒ってるよ。だからちゃんとお休みできるようにお姉ちゃんがそばで見ててあげるね。いえ、眠ることくらい一人でできますから。そんな風に見つめられてたら逆に気になっちゃいます。お姉ちゃんだから安心だぞ。あ、ダメですねこれ。さっさと寝てしまいましょう。寝てしまえばお姉ちゃんも立ち去るはず。とにかく目を閉じて、チラッ、いく、微動だにせず見つめてます。助けてお兄ちゃん。どう、リナちゃん、青空の下で味わうお姉ちゃんの膝枕は。はい、ふわふわでぬくぬくでピチピチでポエポエです。このまま耳かきしてあげるね。もっと力を抜いていいんだぞ。そんなことありませんよ。わらひはお姉ちゃんに屈してなんば。はっ！もうりのちゃん、耳かき中に飛び起きると危ないぞ。さっきの私、それ以上の危機でしたよね。お兄ちゃんはこれまで耐え抜いてきたんですね。このお姉ちゃんじパラダイスに。今地獄って言いかけてなかった？ねえ弟くん、そろそろどうかな。私とリナちゃん前よりもずっと仲良しになったと思うけど、そろそろマスターのあれ試してみてもいいんじゃないかな。あ、ねえリナちゃん。あ、はい。お兄ちゃんの気分も味わうことができましたし、お姉ちゃんと仲良しになれた気はします。大丈夫ですよね？じゃあ早速試してみよっか。ちょうどいいし。え？ちょうどいいって？仲良し姉妹作戦の成果を見せる時。待ってください、まだ心の準備が。平気平気、リナちゃん行くよ。はい。大丈夫ですよね？これだけいろいろとやったんですから。お兄ちゃんと同じ扱いをしてもらったんですから。お願い。うん、何も変わらないね。そんなはずないです。だってこれでダメだったら。リナちゃん、どうして何が足りないんですか？私は何もパワーアップしてないのに、お姉ちゃんはまだこんなに力を。はあ、弟くん大丈夫だった？お姉ちゃんだから当たり前だよ。ごめんなさいお姉ちゃん、失敗しちゃって。平気だよリナちゃん、気にしないで。それにしてもうまくいかないねパワーアップ。マスターったらもう少し確かな情報を持ってきてほしいな。
そうですね。もっといろいろと試せばきっと。でも安心してね、弟くん。何があったって君は私が守るから。パワーアップなんてできなくても平気だよ。どうしてお姉ちゃん、そんなに平気そうなんですか？どうかした？リノちゃん。お姉ちゃんは強いし、何でもできるから、必死にパワーアップなんてしなくていいのかもしれませんけど。じゃあ、お姉ちゃんみたいにできない私はどうなるんですか？私、強くなれるのなら、強くなりたいのに。お姉ちゃん、気づいてますよね。私たちに何が足りないのか。もしかして、気づいてて、諦めてるんですか？ちょっと落ち着こう、ね。そうですよね。私とお姉ちゃんは、お兄ちゃんを守るって利害が一致してるだけの関係ですもんね。心を一つになんてできませんよね。血のつながった、本当の姉妹でもありませんし。絆なんて、初めからありませんよね。違う、それは違うよ、リナちゃん。私、そんなつもりで。何も違いません。お姉ちゃんはいつだって、お兄ちゃんしか見てないです。私なんて、どうでもいいんですよね。リナちゃん、待って。リナちゃん。さて、本日のクレープの売り上げは、うわぁ、この数日見事な水平線。味が普通って言われるのはともかく、売り上げまで普通になる必要はないだろうに。やっぱしずるちゃんたちがいないからかな。おお、そうだ、しずるちゃんとりのちゃんの様子も見に行かないとね。放置したままだったから怒ってるだろうな。あの二人なら心配は。お？おや、少年じゃないか。こんな夜更けに私に言おうかな。何があったんだい？私に話してごらん。